今回はオリジナルの、ダッフルバッグを製作したので、説明したいと思います。ダッフルバッグを昔から結構愛用してて、大きいサイズのから、中ぐらいのサイズ、まあ、でかいのがあって中ぐらいあって、で小さいダッフルバッグっていうのが欲しくて、今回製作しました。こちらは帆布ですね。革ではなくて帆布、黒の帆布を使って、底面は鹿革を使っております。で、上の部分ですね、上の縛るとこもレザーで、ショルダー部分もレザー使ってます。上の部分は、これをほどいてもらうと、こういうふうに上からも物が入れれるというふうになっています。で留めるときは通していただいて留めるっていう形ですね。まあ、私の場合ほとんどまあここは閉じた状態で、サイド部分、サイドにジッパーをつけてまして、でジッパーが一番下までですね、大体私の、ま、持ってるダッフルバッグとかもそうですけど、途中までしか最後まで締め下がりきらないっていうのがあるんですけど、まあ、強度のためとかそういうのがあってそういう風な作りが多いんですけど、今回は一番下まで開くので、このサイド部分を開けて物を入れるっていうのがまあ特徴ですね。そしてまあここにオリジナルのタグを付けさせていただいて、リベットとかバックルには真鍮を使っております。でこれを、作ってもらってるのが、まあ、私の、友人でもある埼玉のウェッジレザーさんに、作ってもらってます。こちらが私の私物なんですけど、これはウェッジレザーさんに依頼して、スタッズですね、スタッズを上の留め具のレザーのとこに、入れております。あとこのショルダー部分の剣先のとこですね、先端部分にもこういうふうにスタッズを入れてます。まあ、そうすることによってアクセントになって、まあ、他との違いが出せるんで、こういう、まあ、バッグのカスタムっていう感じで依頼してます。まあ、こういうのが、自分も打ちたいとかありましたら、埼玉の、ウェッジレザーさんに依頼していただければと思います。概要欄の方にウェッジレザーさんの、リンクを貼っておきますので、またご覧ください。こちらの容量ですけど、まあ、見た感じはダッフルバッグにしたらかなりちっちゃいダッフルバッグなんですけど、中の容量で言ったら、まあ、イメージとしては、まあ、男性が1泊2日で、ちょっとホテル泊まるとかどっか行くとかっていう時にちょうどいいサイズで、試しに入れてみたりしたんですけど、まあ、ジーンズ2本とかジーンズ1本と T シャツとかアウターとかは全然実はこのサイズでも入るというふうになってます。実際にこのダッフルバッグのサイズ感ですね、サイズ感を、説明したいと思います。まあ、寸法的なもので、説明は概要欄の方に貼っ
っておきますので、そちらでご覧ください。実際に背負ってみたら分かりやすいんで、これを背負ってみたいと思います。まあ、普通に、肩掛けですよね。肩掛けした場合は、こういう風にこんな感じですね。でよくバイク乗るときに斜め掛けして乗る方もいると思うんですけど、そんな感じは、こういう風になりますね。で、こちらの方に、穴も開けてますので、自分のいいとこに調整してもらえればいいかなと思います。実際これを、バイクですね、バイクに取り付けてみたいと思います。実際に CC バーに、付けた場合がこうなります。ダックルバッグ自体、まあ、小さいサイズで、幅ですね、幅もあんまりないので CC バーにくっつけるとすごい、収まるっていうか、よくある大きいダックルバッグがはみ出たりっていうか、 CC バーからだいぶ出たりとか、まあキャンプ行く時とかはそれでいいんですけど、普通に街中走ったりする時とか、まあ、このバッグがちょうどジャストサイズで CC バーにくっつけるとこんな感じになります。